はい、青春秘密基地青葉です。今回はゴローズバイブルを用いて紙セットに挑戦ということで、以前もね紙セットの方挑戦したことあるんですけれども、今回はこちらねゴローズバイブルに掲載されている中のモデルを一つね再現していきたいと思います。準備してもらうものとしましては、まずこちらね、ウワキンフェザーの左向きですね。こちらを1枚と、シルバーホイールを1枚と、あとプラビーズですね。プラビーズは各色ちょっとね、色の方をね、選定しているんですけれども、あとこちらのターコイズビーズの方も1つ必要となります。こちらね、ターコイズビーズはゴローズのものではありません。あとですね、赤ビーズですね。これに赤ビーズが多少ね、結構の数いるのかなといったところと、あと、革紐の焦げ茶が2本ですね。こちらをね、用意してもらえれば、ちょっとね、今回ね、挑戦の方をしていくにあたって必要かと思います。まあ、ちょっとね、完全には再現しきれないのかなといった感じなんですけれども、やっていきたいと思います。なんかね、これレシピ動画みたいな感じで、クッキングにちょっと似てますよね。材料を用意をして、こちらね、レシピ本を見ながらね、それで料理をしていくといったわけじゃないんですけれども、ちょっとそれに似てるのかなといった感じで、ちょっとね、今回の方を進めていきたいと思います。それではね、まずね、今回ね、参考にして組んでいく組み方なんですけれども、こちらゴローズバイブルのこちらの組み方ですね。朝日さんが組まれているこちらのね、ウワキンフェザーに革紐と赤ビーズをね、中心とした組み方ですね。こちらの方をね、ちょっと再現していきたいと思います。結構細かくてね、どこまでね、ちょっとね、こう色合いの違いなんかも出てくるかと思うんですけれども、なるべくね、再現したいなと思っています。で、こちらなんですけれども、2ページにわたって掲載されているので、こんな感じ結構アップでね、こういった感じでも掲載されているので、この辺でね、結構色のね、区別なんかもしやすいかと思いますし、かなりね、こう、忠実にね、アイテムさえあれば組めるのかなといった感じなんですけれども、後ろのね、留め具なんかもこんな感じで掲載されています。なので、ね、ちょっとね、この辺をね、今回ね、ちょっと再現していきたいと思います。それではね、やっていきましょう。それではまず、ホイールとフェザーの方を組んでいきましょう。はい、こんな感じでフェザーとホイールの方を組むことができました。革紐の先の方には赤ビーズとシルバービーズの方がね、こちら組まれています。はい、こんな感じで赤ビーズの方がつきました。本来ね、シルバービーズもついているんですけれども、今回ちょっとね、赤ビーズだけなんですが、ちょっとね、革紐の長さの方も後ほどね、調整しながらカットしていきたいと思います。で、次にね、こちらの革紐の方に、先ほどのね、フェザーの方を通していきましょう。はい、こんな感じで革紐の方を通しました。それではね、ちょっとね、写真をよく見ながらね、組んでいきたいと思います。まずは、赤ビーズですね。で、今回使うね、プラビーズはこのような色の方を用意しています。結構ね、いろいろね、長年集めたビーズの中から、ちょっとね、それっぽい色の方をね、チョイスして、今回は組んでいきたいと思います。はい、紙セットの方組み上がりました。今回ねそんな時間はかからないんですけれども、赤ビーズはやっぱねこちらのねカラービーズの方の色合いの方がね結構ポイントになってくるんじゃないかなと思います。それではねちょっとね見比べてみましょう。はい、この辺のカラービーズの色合いですよね、その辺が非常に難しいんですけれども、まあなるべくね色合いはね合わせたつもりなんですけれども、まあ結構こちらの青関係いい関係でねこうそれなりに近い色合いがね出たんじゃないかなと思います。で、こちらの方も同様に、まあ、この赤の方も意外とね、ちょっと色のね、濃さが違っていたりと、まあ、この辺も結構忠実に再現できたんじゃないかなと思います。ただね、こう、シルバービーズ入っているんですけれども、ちょっとこれシルバービーズはちょっと持ってないので、ちょっとね、今回赤ビーズで、ただね、ビーズの数は逆に減らしていません。長さ関係もあるので、あえてね、シルバービーズの部分を赤ビーズを1個増やしたような状態で組んでいます。で、このフェザー周りなんですけれども、まあ、フェザー自体はね、同じね、上金の左向きというところと、まあ、シルバーホイールも再現できているんですけれども、やっぱりね、同様にこちらの方もね、シルバービーズがないので、多分シルバービーズ M か S かわからないんですけれども、ゴロゾものが入ってると思うんですが、持ってないので赤ビーズ4つでね、ここはね、組んでいます。あと、このね、プラビーズがね、色がね、ちょっと合ってないのかなと。この辺が微妙な色合いなんですけれども、ちょっとね、こちらのものと、ちょっと青みかかっている部分の色が、ちょっとこちら薄いかなといった感じなんですけれどもね、自分が持っている中ではね、まあ、この辺が近いのかなというところと、あとこちらターコイズですね。ターコイズの方も、まあ、似たようなサイズの似たような色のものをね、自分所有していたので、そちらの方を組んでみました。
あとね、今回ねこだわったところはこちら見てください。このね革ひものよじれみたいなものも結構ね朝日さんがねいつも使っているということもあって、こっちねよじれが出ているんですけども、そのよじれ自体もね今回ねあえてよじってこの辺もね再現してみました。でこのよじるというのもねあえてねよじっているのか、これはねたまたまなのかわかんないんですけれども、こういったところもね、やはりねこのねバイブルを見ることによってリスペクトしてねこう参考になるので、そういったね自然とねよじれてしまったのかもしれませんが、そういったところもね今回ね一応ねよじれ自体も再現をしてみました。あとエンド部分のビーズの方も紺色系のねビーズの方で統一してね、同じようなビーズの方を使って再現をしてみました。はい、実際こんな感じなんですけれども、やっぱりかなりかっこいいですよね。やはりね紙セットと言われるだけのことはあって、やはり革ひもとビーズで組むっていうのは非常にね個性が出やすいのと、色合いなんかも非常に難しいなと思っていて、自分もなかなかねチャレンジしてできてなかったんですけれども、やはりねこうやってね参考になるものがあるとね、それをねそのまま忠実に再現するということで、また組み方の幅も広がってくるのかなと感じました。あとはねやはりね今回不足したシルバービーズ関係もやはりねゴローズさんで、ね、なんとか購入したいなとは思っているんですけれども、こちらのね縛り部分も結構長くしてみました。逆にねこうねシルバービーズが入ってきた時のことを考えて、あまりね短く切らずにこのままねちょっとねしばらく使っていこうかなと思います。あとこのホゲ茶っていう色合いも結構自分好きなんですよね。あまり汚れも目立ちませんし、長いこと使っていくとねまたそれはそれでねいい味が出てくるのかなと思いました。今回革ひもで組んでいるので長さの調整の方ができるので、こういった感じでね通常のチェーンでスプーンをね中央につけながら、その外側にね二重付けといった感じでね首から垂らすこともできます。イメージとしてはこんな感じでスプーンの方とね今ねちょっとね長さの方をね比較して組んでみたんですけれども、こういった感じで胸からつけることもできるので、やはりね革ひもというと長さ調整ができるのも一つの魅力の一つになっているんじゃないかなと思います。といった感じでね今回は紙セットに挑戦といった感じで、ゴローズバイブルこちらの方をね用いながら今回ね朝日さんのねセットの方を挑戦しました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。